次に渡辺浩一郎君。渡辺君。はい、委員長。新党絆の渡辺浩一郎です。今日まず甲府国際のことについてちょっとお伺いしたいと思います。基礎的なことだと思いますけれども、まずこの甲府国際、国民基礎年金のですね、国庫負担の不足分の2兆6兆円をですね、甲府国際で発行してしのごうということだろうと思うんですけれども、まずこういう方法しか本当にないのかどうか、ちょっと財務大臣にお伺いしたいと、ということですね。はい、安住財務大臣。おはようございます。さまざまなご議論がこの予算委員会でもありました。確かに、この他の方法はないのかというご提案も随分いただきましたが、やはり、この2分の1にする これまでの経緯経過等を考えますとですね、やはり恒久的な財源をこれに充てていくということは、自公政権下でも、これはご主張なさっておられたことでございました。しかしこの法案ができたときにはその恒久財源の担保ではなかったんですね。ですから、目処としてはやはり消費税 1% だったと思います。しかしそれができないということで、麻生総理、そして鳩山総理、菅総理の代ではですね、やはりこの一般財源の中でいろいろやりくりをしてやってきたわけでございますが、今回やっぱり東日本大震災等でそうした財源というのはかなりの部分充当いたしましたので、そうした意味から言うとですね、さまざまな財源をやりくりしてもやはり限界が来て、おったと。で同時にですね、やはり原点に帰れば恒久財源の、を当ててこの2分の1をやっぱり安定化したものにしていかなければならないという考えに立てばやはり甲府国債というのが我々としては最善の策であろうというふうに思い、今回提案をさせていただいたところでございます。渡辺君。はい、最善ではなくて事前だという話も今周りからありましたですけれども、もしもそうだとしたらですね、その年金法の改正をしなきゃいけないんだろうと思うんですけれども、そういうことも含めてですね、今後その段取りとしてはどういうふうに考えてらっしゃるのか、そのことをちょっとお伺いしたいと思います。小宮山厚労大臣。平成24年度も基礎年金の国庫負担を2分の1に維持する、このことを明らかにするために2月の10日に提出しました国民年金法改正法案、これで甲府国債の発行に関する規定を盛り込んでいます。ただその財源償還につきましては税制改正法案と合わせて法制化をする必要があるということで、国民年金法改正案では償還の規定を別に法律で定めるとしています。そして償還の規定は税制改正法案とともに提出をする厚生年金保険法の改正案、こちらに盛り込むことを予定しています。税制改正法案とともにこの2つの法案の成立が不可欠でございますので、ぜひご理解をいただきたいと思っています。ただ後になると審議に影響があるというご意見がございますけれども、法案の審議には間に合うようにこの厚生年金法の改正案も提出をさせていただきたいと考えています。渡辺君。その後どうするんですか。今の後この年金今回のね、その今のその法案を通してそれで予算立てをしてという話になるわけですね。それからこれは関連法案の中に入れていくという形になるんだろうと思うんですけどもね。だとしたらこれは私の個人的な見解、今の話聞きますとですね、私個人的にはちょっとそれにはなかなかサインを示せないなという思いを持っております。そのことをちょっとお話申し上げてですね、ちょっと次の質問に移らさせていただきたいと思いますけれども、総理、いいですか総理、これだけ経済が低迷してますけれども、まず基本的なこととしてこの消費税の増税の中でやろうとされてますけれども、まず景気、今の景気をですね、どういうふうに捉えているか、私どもはデフレというふうに今見ておりますけれども、そういったことがちゃんと総理の中でもきちっとそういう思いを持っていらっしゃるのかどうか、またもしもそうだとしたらですね、なぜこのデフレの中でですね、消費税を上げようとされているかという、その根本的なところをちょっとお伺いしたいと思います。まずごめんなさい、風邪をひいている人にですね、冷たい水ぶっかけてさらに悪化させるんじゃないかと当然普通の人たちはこう思うわけですね。それにも変わらずこのデフレ状況の中で消費税を上げていこうというその本意というか、
いうものはちょっとぜひまず教えていただきたいと思います。野田有志功内閣総理大臣。まず持続的に物価が下落している状況を踏まえますと、今認識という意味では緩やかなデフレ状況にあるという認識を持っております。したがってこのデフレを克服する、デフレから脱却する、そして経済の再生を図るということは、我が内閣のこれ復興とか原発の戦いと合わせて重要な課題だと位置づけております。でそのためにも23年度1時から4時まで補正予算を組みました。それを着実に執行していく。加えて今ご審議いただいている平成24年度予算でも、例えば復興関連でも 3.8 兆円、そういう復興需要を早期に顕在化させていくということと、あるいは新成長戦略を加速する、日本再生戦略を年後までまとめる、とうとう切れ目ない経済対策を講じながらデフレ脱却に向けて全力を尽くしていきたいというふうに思いますが、そのことと合わせて社会保障と税の一体改革は、先ほど来の議論がありました通り待ったなしの状況だというふうに思っております。したがって経済再生は一生懸命やりますけれども、2014年の4月から 8%、 2015年の10月から 10% といういわゆる法案は今回提出をさせていただきたいというふうに考えております。渡辺君。ですね、なるほど、そういうふうだとすればですね、デフレを脱却していくことには、僕はそれはなかなか弱いんではないかなという気がするんですね。今の話ですとね、やっぱりその継続的なそのこととおっしゃいましたけれど、もっともっとインパクトのあることをしない限りはですね、私はちょっと弱いんではないかなというのが個人的な意見を持っております。でですね、今デフレをですね脱却するためにですね、今どういうふうに言えばいいですかね、うまく言えないんですけれども、まずこういう、ちょっと待ってそうですね、もう少し他の方法があるんじゃないかと思うんですけれども、例えばですね、景気の回復するためにその財政出動するとか、あるいは今その前にですね、野田内閣でも継続していると思うんですけれども、そのプライマリーバランスをちゃんと維持していくということがですね、そのデフレを脱却する方法にはならないんじゃないかと思っているんですけれども、それの意見はどうでしょうか、お分かりでしょうか。野田内閣総理大臣。プライマリーバランス気にするなってことですか。それは国際社会で通用しないでしょう。そんなことしたら財政規律守らない国になったら経済ダメになりますよ。それは乱暴な意見だと思います。田辺君。いや、そうは言ってもですね、この今の景気が回復しない中でですね、相当それを慎重に考えるってことぐらいはできないんですか、いかがですか。別問題だと言われてますけれども、プライマリーバランスとかですね、要するに今このプライマリーバランスというのをきちっと今やろうと野田内閣しているんだろうと思うんですけど、その前に、菅内閣の時にもそれをやろうとしてたみたいですけれども、実際にそのプライマリーバランスを堅持していくということが、デフレをですね、やっぱり進めるというか、デフレを脱却する方にはならないんじゃないかと思うんですね。私はそのデフレを脱却することがまず大事だと思っているんですけれども、そのことによってその日本の経済を活性化していくことが大事だと思っているんですけれども、それがちょっと見えてないの中でですね、やっぱりそのデフレを脱却する方法をぜひ取ってもらいたいというふうに思っていますけど、その辺はいかがでしょうか。安住財務大臣。ちょっと質問の趣旨が私なりにちょっと確信をついているかどうか分かりませんが、もしその消費税とデフレインフレをそのリンクしたご質問だとすれば、デフレだからといって経済が実体経済が成長していないとは言えないと思うんです。2003年から例えば2006年のこれ小泉総理の時の構造改革の時はですね、確かにその年度前の GDP デフレーターはマイナスであったんです。ただこの間ですね、デフレからの状況は根本的に脱却はしませんでしたが、実質成長率はプラスだったんです。
で民間消費、設備投資も推移していまして、で失業率も 4% 台までぐっと低下をして改善をしております。またこれを逆説的に申し上げますと、じゃあインフレなら景気が良くて消費税を上げられるのかといえば、高いインフレ率で消費税を上げた方が経済への打撃は大きいということも言えるわけですね。ですから堅調な成長を経済で果たすことと、大きなトレンドとして考えたインフレデフレ論というのは、私は先生区別して考えなければならないと思うんです。それと同時にですね、やはりその PB の話は、これはやっぱり世界の中で極めて厳しい目で今市場も世界各国もやっぱり見ているので、この財政再建を果たさずして、やはり景気だけどんどん良くすればいいと、それはもしかしたらその公共事業等ですね、財政支出に伴うもし歳出を増やせということであれば、なかなかそれは政府としての見解とは相容れない部分があるということを申し上げたいと思っております。渡辺君。まあ、私個人はですね、やっぱりこの財政出動をしていくべきだという考えに立ってますので、今の質問がうまくできなかったかもしれませんけれども、そのことは念頭に置いて質問させていただきました。それで最後になります。もう時間がありませんので、ちょっと総理に伺いしたいんですけれども、まあ、東日本の方に対してですね、復興で予算を相当、まあ、投入をいたしました。補正予算を含めてですね、でこのことによってですね、まあ、将来、まあ、この効果が出てくるのはすぐではないと思いますけれども、将来相当その日本の経済の活性化につながるかどうか、その辺のところは総理の認識はちょっとぜひともお伺いしたいと思います。安住君やるか。安住君先、安住財務大臣。内需を底堅く起こしていくことはあると思います。ただそれが長期的に持続するかどうかというのはまた別の話でありますけれども、この与野党でお決めいただいた予算をちゃんと出向していけばですね、当然何かしらかの成長というものは日本経済に寄与するというふうに思っております。野田内閣総理大臣。23年度1時から4時の補正を組みました。でこれを着実に執行することと、今ご審議いただいている24年度の予算の中にも 3.8 兆円これ復興事業に関わるものがございます。まあ、それらをしっかり執行することによって復興事業を顕在化することができますので、これは経済にとって基本的にプラスになっていくというふうに思います。また先行指標でありますけれども、例えば公共投資、公共工事請負金額が被災3県の災害復旧分を中心に前年比で増加をしており、底堅い動きとなっておりますので、成長にしっかりと結びつけていかなければいけないと考えております。渡辺君。私もまあ同感でございまして、まあ、これは絶対にですね、まあ、昔の朝鮮独自というふうにはならないと思いますけれども、まあ、それに類するような形になってくれればなと、ある意味ではその日本の景気の回復のですね、起爆剤になればなと、まあ、それは言葉を選びますけれどもね、まあ、そういうことを言って、復興の予算ですから、復興のことですから、景気の回復ということはなかなか言えないんだろうと思うんですけれども、まあ、私としては、まあ、それに大いに個人的には期待をしたいというふうに思っております。最後になりますけれども、ちょっと質問の予定外の質問で恐縮なんですが、先ほど来から伺ってますとですね、社会保障制度そのものがですね、まあ、いろんなところでどん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 広げていこうということが、まあ野田首相の一つの基本的なスタンスかと思っているんですね。介護、年金、保険、医療だけではなくてですね、子ども手当も含めてどんどん広げていこうと思っているんですけれども、みたいですけれども、まあ、それはそれとしてですね、それはどんどん広げていければやっぱり切りがなく広げていったらですね、それはもう限界が出てくると思うんですね。だから一方ではですね、それとは同時にかもしれませんけれども、やはりそのある程度国民一人一人がですね、まあ、自立していくっていう考え方をしていかませんとね、何でもかんでも国に頼ればいいっていう、そういう状況っていうのは私は今非常に強く感じるんですね。ですからそれをやっぱり一方ではちゃんと必要なところは社会保障をちゃんとやるけれども、そうでないところはきちっとやっぱり自分たちで自立していくっていう、そういう考え方を一方ではちゃんと訴えていかないとですね、私はもうどん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 社会保障の費用がかかってくる、そうでなくたって高齢化の人たちが増えてきているわけですから、そういう認識っていうのはこれからとても大事だろうと思いますけど、野田首相のその考え方を。岡田担当大臣、時間来ましたから、はい、短く。
委員のおっしゃること、基本的には私はその通りだと思います。国が何でもやればいいということではない。で、我々の一体改革も別に国がどんどんやることを広げているわけではございません。子ども子育てについては力を入れたいと思いますが、全体としてのしっかりとしたですね、見直すべきところは見直しながら、国民の負担が課題にならないようにしなければいけないと、そういうふうに考えているところでございます。これにて渡辺君の質疑は終了いたしました。次に